お元気ですか、ボクシビでございます。今回は、プロ野球チップスの、カードを紹介したいと思います。白サインカードのね、キラカードでございます。このカードホルダーはですね、第1弾の時に、ラッキーカードを引くとですね、それで、その剣を、切ってハガキを出して、ポストに入れると、漏れなくこういったホルダーがもらえるという仕組みになっております。こちらはね、2020年と、2021年度版でございますが、その辺はね、ご了承ください。まずはこの2020年度版のね、カードホルダーを紹介したいと思います。まずはこちらのね、白サインカードでございます。結構ね、集めたんじゃないかなと思います。こちらがね、浅村選手と、小笠原選手と、これは杉本選手でございます。はい、でちなみにこのね、赤文字のね、サイン、白サインもございますが、これはね、第2弾の時にラッキーカードを出すとですね、2枚もらえるという仕組みになっております。はい、こちらね、甲斐拓也選手と太田大志選手も同様でございます。で、こういったね、OB の選手もございます。広島カープ時代の、鈴木誠也選手でございます。で、石井和久投手でございます。現在はね、楽天の GM で、過去にはね、楽天の監督の経験もございます。で、極めつけはね、こちらのね、右にあります長嶋茂雄さんのね、白サインでございます。はい、で、こちらになりますとですね、これは2023年の版でございます。ね、OB も組まれております。はい、で次行きたいと思います。次はですね、こちら2021年度版で、こちらはね、キラでございます。白サインはね、ないんですけど、こういったカードがね、キラキラ模様となっております。ちょっとごめんなさいね、ちょっと手袋がね、今滑るのでね、なかなかね、うまく取れませんが、その辺はね、ご了承ください。能見投手の方もございます。元阪神の選手でございます。で、こういう引退セレモニーの時のね、カードもございます。杉谷拳士さんのね、引退式のカードもなかなか、魅力的じゃなかったかなと思います。で、これがね、戸郷選手とかね、森友哉選手の、もございます。で、これが2024年度版でございます。2024年度版はね、残念ながらね、白サインは出なかったんですけどね、その分ね、こういったキラカードがね、たくさんね、手に入りました。はい、こんな感じでございます。このね、プロ野球カード第1から、1回目から6回目まで、やりましたが、またね、こういった、総集編の方もね、近々とまたやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、もうすぐですね、BBM のヤクルトスワローズ編とオリックスバファローズ編を、やっていきますので、よろしくお願いします。あともう一箱ね、雑注文したのがございますので、そちらも届き次第開封動画として上げていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。